まずのらぼう菜から。これどんな味かな。なんかねイメージはあの大根系、苦味があるんじゃないかなっていう、小松菜とかね、あんな感じに見えるんだけど。いただきます。小松菜系ですね。めっちゃうまいけど、アスパラガスと関連は全くないね。よくわかんないけど、シムケンのやつ。シムケン派だからね、俺。多分ね、生のキクラゲって俺食べたことないと思う。うまいよ、この食感がいいわ。エシャロットってこんな赤いの？味噌マヨネーズ。ちょっと茹でてみたんだけどね。うん。俺ね、ネギとかニンニクとか生で食べるとお腹の調子が悪くなるんだよね。だからちょっと茹でてみたんだけど、きゅうりはね大丈夫。うん。おにぎりは納豆と海苔とエシャロットですね。うん。僕はおにぎりが好きなんだなぁ。